のこいつら。仲間に恵まれたかフリーレン、運が良かったな。いいだろ、魔王を倒したパーティーだ。勇者パーティーだからな。なんならフリーレンが一番弱いまである。今世だと煽りでフリーレンも化け物扱いされてる。完璧なオチ。天性の才能でいうとハイターがクソヤバい。いや、アイゼンの硬さもおかしいんだけど。イメージできないでしょ。俺はできるけど。アイゼンさん、シュタルクのこと割と過大評価してないと最近思い始めてる。アイゼンは種族特性なんだと思う。ドワーフの特性を戦士色の特性なんだと勘違いしてる節はある。でもシュタルクも硬いよ。勘違いから来る思い込みで本当に硬くなってる可能性もあるぞ。誰一人かけても魔王を討伐できなかったパーティーだ。面構えが違う。南の勇者はこいつらより強いんだったか。南の勇者はこれより上なのか。ヒンメルの強さの全貌がまだまだわからない。五感すべて封じられる幻覚にとらわれて七宝剣追い詰めるの何なんだよお前。ああいうのって普通幻覚を打ち破って状況を打破する展開だと思うんですけど。この4人でも倒しきれなかったクバールさんは何なの。化け物揃いだけどこれくらいじゃないと魔王は倒せないんだろうな。やべえな魔王。倒したらヒンメルにビビって魔族がヒンメル死ぬまでおとなしくなるくらいだからな。ハイター様ってもしかして大賢者レベルの偉人なのでは。なんで隠居できるの。さらっと流されてるけど王都の大司教にまで上り詰めてるんだぞ。フリーエンたちに酒飲み破壊坊主呼ばわりされつつも教会でめっちゃ偉くなってるからな。逆にフリーレンの時間感覚のズレによく付き合えたなとなる。ハイターは露骨に舌打ちしてたけど。ヒンメルは強さ云々より旅の序盤からして精神が完成されすぎる。アイゼンが種族特性だとして、そのアイゼンが俺より強くなるって言ってた。シュタルクどうなってるの。クエスト受けまくって旅の遅延する勇者。二日酔いでダメになる日が多い僧侶。寝坊の常習犯でディスコミュニケーション連発する魔法使い。まともなの戦士しかいねえ。旅の始まり早々に王様相手に粗相を働いて死にかけただろ。ヒンメルで抜けない勇者の剣って誰なら抜けるんだよ。あれあれ勇者クラフトの剣でエルフしか抜けないんじゃって考察あったな。つってもクバール一人に苦戦するくらいじゃん。当時は飛行魔法もゾルトラークもないんだぞ。80年前の時点でクバールのゾルトラークって避けるしか対処ないよね。全部貫通する即死魔法だからそうなるね。防御魔法もゾルトラーク耐える防御装備もなしでどうやって封印までこぎつけたのかわからん。大体ワンパン即死する戦闘でヒーラーいるんですか。貫通魔法で貫かれても即ハイターが直してたんじゃない仮説。なんとこのヒーラーいるだけで水も食料も酸素もなしで1ヶ月過ごせちまうんだ。ヒンメル別に腕力がすごいとかでも魔法が使えるとかでもないんだよな。精神系のパラメータがカンストしてるのかな。ヒンメルはスピードタイプだから力ないんだなと思ってたら一振りで森を更地にしてて笑った。七宝剣の呪い2つ解析して破ってるフリーレンも化け物だよ。ヒンメルのすごいところはフリーレンのキス顔を拒否する精神力。ヒンメルはジジイになっても普通に強かったのがやばい。あの幻影魔法フリーレンでもなすすべなかったのにヒンメルがなんとかしちゃったの笑った。ヒンメルの剣は研ぎ直しただけだし土産物みたいな感じで作られた記憶がある。特にパワーアップイベントとかなしに強いからヒンメルがめちゃくちゃヤバいんだろうな。普通の戦闘で折れないのはヒンメルの技術がすごいでわかる。だけどベーゼの結界を物理でちょっと削ったのは剣の強度も要求されそうな気がする。ハイターは魔王討伐抜きでも数千年解読者が出なかった空白の章から魔法を見つけてるだけでも歴史に名を残せるよね。このパーティーやった功績でかすぎない。ダンジョン創作技術が廃れるくらいダンジョン攻略するって。まあこの話題は最終的には南の勇者ヤバいになるんだが、いや人類がヤバいな。そりゃ魔族も人間殺したくなるわ。